カメラ、スマートフォンのカメラは高温に弱いので仕掛けてから撮ります。
はい、まだ朝露で裸足でも水気感じますが、タイヤも濡れてます。さ、肥料の方は撒きました。芝生が空いてしまった場所にはそうですね、テフトン419をまた植えたいと思います。時刻は9時7分です。10時に小屋小屋の方出発しますので、それまで散水やりたいと思います。では今年初めての散水の準備をします。
はい、この辺から山水路行きましょう。全開しました。どうでしょうか。はい、無事勢いよく出ています。2本目いきます。さあ、2本目出します。さあ、どうでしょうか。はい、なんとか回ってます。
では散水しながら芝刈り、草刈りをやります。タイヤのりに水が溜まってるのは、もうちょっとタイヤに穴を開けて水を出るようにしなきゃいけないなと思います。それではこれに充電池を入れて芝刈りやります。まずは40ミリでいきます。
っと、はい、まずは算数を順番にやっていきます。で、芝刈り草刈りもやります。